します。どうもありがとうございます。鶴巻楽団です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。鶴巻楽団は過去に、昨年もですね、演劇シーズンに参加させていただきまして、2018年夏ではセンチメンタル、2018年冬ではユーキャンとハリーラブという作品を、レパートリー作品として上演させていただき、たくさんのお客様に、ご覧いただきました。今回の作品はそのどちらともまた全然違う、出演者が23名、場面数も40場面以上にわたる、歌あり踊りありの、エンターテインメント作品、スクリューボールコメディ的な作品となっております。今日はですね、どんなお話かと言いますと、架空の街を舞台にさまざまな人々が登場し、次々と不幸な目に遭っていきます。ですが最後にはそれが驚くべきクライマックスに到達するという、とても、見どころたっぷりの作品です。初演は16年前ですが、当時見てくれた方からはずっと再演してほしいという声をいただいてきました。それを今回満を持して再演いたします。ではですね、出演者23人いるんですが、ちょっと事情もあって今日この、えりすぐりの8名だけなんですが、自己紹介を、していきたいと思います。時間が限られているので1人2秒ずつで自己紹介したいと思いますので、はい、じゃあお願いします。佐久間元正です。成田愛香です。相馬ひなです。柳田ひろみです。木村あかねです。高橋由紀子です。岩波武博です。鈴山葵です。はい、以上8名で、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。8名でお送り、していきます。今回ですね、お芝居の全体をちょっとお見せするわけにはいかないので、冒頭の場面をですね、プロローグの場面をリーディングで、上演したいと思います。それでは準備お願いします。物語の、とても象徴的な場面となるリーディングの場面です。少々、ご覧ください。ではごゆっくりお楽しみください。それは嵐の夜だった。数年ぶりに街を襲った大型台風は一晩中緑亀市の上空にとどまり猛威を振るった。死者3名、行方不明者7名、家屋の倒壊が13件、降雨量こそ多くなかったが瞬間最大風速は30メートルに達した。市の 40% が一時停電に陥った。余談だが約10ヶ月後緑亀市にベビーブームが起きた。なかなかにドラマティックな夜だったらしい。らしいというのは、僕は実際にその様を体験していない、伝え聞いただけ。なぜならその時僕は母親のお腹の中で20時間に及ぶ籠城を続けていた。奥さん生きてもっと力を入れて。ぐーくおー、目つぶっちゃダメですよ。下腹部、下腹部を見て。先生まだですか？まだ息子は出てこないんですか？なかなか強情な息子さんです。鎮痛が始まってからもう20時間経っています。このままでは母体の方が心配です。ぐおー、もう少し大丈夫そうだ。そうですね、こんな具合だ。ちなみに僕の両親はこの時点で夫婦と呼ぶには冷め切った関係だった。父さんはこの時愛人のアパートにいた。先生どうした？ひょっとして赤ちゃんの方が出てきたくないって言ってるんじゃ。なんですって？だから一生児なんじゃないですか、赤ん坊の。何か不満があるっていうのがこっちの世界に。何が不満だったのかもちろん今の僕は覚えていない。あの人、旦那様どこ行ってらしたんですか？すいません、仕事の都合で。生まれたんですか、私の息子は。陣痛が始まって20時間ほど経つんですがね、出てこないんですよ。ふざけたことに立てこもってるらしいんです。立てこもる？不満があるみたいなんですよ、この世界に生まれ落ちるのに。手の焼ける子だ。お父さん説得していただけないですか？僕が？私らがいくら言っても聞かんのですよ。ここは一つお父さんが父親としてビシッと。はじめまして、お父さんだよ。立てこもってるんだって。手ぬるい、もっときつく言わないと。大人になってから。まあまあ。不満があるのか、何が不満なんだ。家庭環境か、僕が父親で不満なのか。確かにそうだろうな、僕はいい父親ではない。きっと君ともうまくやれないと思う。そもそも僕は別に君が生まれてくることを望んでいない。ちょっと先生抑えて。いやちょっと違うな、君に生まれてほしくないわけじゃない。そこまでは言ってない。僕は君が生まれなくたって構わないんだ。ショッキングかい。こういうことは初めに言っといた方がいいだろ。後から手のひら返して実はって言われる方が辛いだろう。いいじゃないか、お互い腹を割って正直に話そう、男同士。僕のことを勝手だと思うかい？しょうがない、諦めた方がいい。君がもし望まれて生まれてくるんじゃないってことが不満だと言うなら、僕も君に聞きたい。君は望まれる価値のある子かい？綺麗事はなしにしよう。君にはどんな才能がある？スポーツが得意？どのくらい？リトルリーグのピッチャーになるくらい？そんなんじゃダメだ、オリンピックで金メダル。ダメダメ、大した金にならないんだよあれ。さあどうだい、君に価値はあるか？でもね、
いつまでもそこにいるわけにいかない。彼女に迷惑がかかる。僕は君に生まれてほしいとは思ってない。けどね、生まれてくるなとも思ってない。だから君がどれだけ無価値であろうとも、堂々と生まれてくることはできる。勝手だと思うかい？そう、僕たちは勝手だ。この世界はみんな自分のことしか考えていない。はっきり言って僕たち大人は誰一人君らの世代のことを考えていない。資源は減っている。失業率も高く、就職の道は険しい。教育制度は問題から目をそらし、子供たちは暴力に明け暮れている。政府は多大な債務を君たちの世代に払わせようとしている。愛もない、夢も希望もない。もしもピアノが弾けたとしても君に聴かせる歌はない。本当だよ、愛はいつか冷める。夢は君を苦しめるだけだ。希望はきっとどこにもない。下っていると分かっているのに前に進むしかない。それが生きるってことだ。おまけに僕たちの国は戦争をしている。午前2時13分、緑亀市はちょうど台風の目の真下に入った。およそ7分間星空の下、街を静寂が包んだ。それは気まぐれの一言だったのかもしれない。父はこう言った。でもね、君のために一度だけ嘘をつくよ。世界は素晴らしい。優しさのあふれた最高の世界。そうして僕は生まれた。世界は素晴らしい、この言葉だけを贈り物に。はい、以上がプロローグの、リーディングとなります。どうもありがとうございました。ワンダーランドは、8月10日から17日まで、コンカリーニュという劇場で全10ステージ行われます。他にも札幌演劇界の有名な役者さんが多数出演する、オールスターキャストとなっております。ぜひ劇場にお越しください。ありがとうございました。